皆さんこんにちは。本日はですね、こちらをご紹介したいと思います。こちらはですね、タムロンさんから出ました35-150mmF2×2.8 というね、すごい画角をカバーできるレンズになっております。早速ですね、こちらの方開封していきたいと思います。まずはですね、こちら取説など紙ですね。そして中身はこちらが本体ですね。いかがですか？結構重いですよこれ。確か重さが1キロ弱あったかな。こんな感じになっております。で、まあロックボタンがあって、ここでまあカスタムキーですね。カスタムキーが3箇所あります。そしてあとはオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチ、そしてカスタムボタンが1、2、3と、これでモードを変えることができます。そして特徴的なのはこちらですね、 USB-C が刺さるようになっております。これはですね、このレンズ自体をファームアップデートするときに USB-C を刺して直接レンズをアップデートすることができます。だからですね、よくまあソニーのレンズとかだったら本体とね、挿して認識させて、アップデートするって感じですが、この子は単体でこのカスタムキーのそのファンクションですねとかを切り替えたりアップデートできたりするみたいです。で、一応多分、まあ、防水じゃなくて防滴とかはできると思いますね。そうしないとこれ穴の中に水入って壊れたってなっちゃうんで、一応防滴だとは思います。これ作り的には結構ねしっかりしてますね。うん、シグマさんとかに近い作りです。 Designed in Japan ですね。生産はチャイナみたいですけども、これは日本でデザインをしましたよっていう感じになっております。伸ばすとこんな感じで、まあ伸びるけどそこまで気にはならないかな。でもとにかく重いですね。ちなみにですね、こちらがソニーさんが出している 24-105F4 透視の手広補正付きのレンズになります。で、こちらがタムロンさんの今回発売した 35-150mmF2×2.8 のものになります。サイズ感の違いはこんな感じですね。いかがでしょうか。まあ、重さは明らかにこっちの方が重いです。で、伸ばした時はこんな感じですね。このソニーの 24-105 を伸ばした時の高さと、タムロンさんの 35-150 伸ばしてない時のね、高さが同じぐらいになっております。結構ですね、この35-150 買われる方で悩まれるレンズとしては、先ほども紹介したこの 24-105F4 透視、またはタムロンさんの 28-75-75-180 を2本買う、どっちがいいのみたいな話は結構出ます。でですね、個人的にどっちがいいかなんですが、本当用途によります。日本ではこのタムロンさんの 35-150 ってポートレートレンズとして結構推してると思うんですね。で、まあそれは多分画角が 35-150 っていう範囲だからポートレートレンズで歌ってるんだと思うんですが、海外でね結構推してるのは旅行用レンズとして推しています。うん、まあ海外の人はこの重さはどうなのかな。まあ G マスターの24-70とかを普通に使ってる人だったら、そんな重さは多分重いけど、まあこんなもんかな、この価格でこれなら軽いよねっていう感じだと思います。なので
旅行で一本持ってくって言ったらこれかなと個人的には思いますね。であとは単焦点の広角より、例えば24とか14の GM とか、あのあたりを一本持ってくと結構範囲はもう大丈夫だと思います。でまあ150まで撮れるんで、超解像ズームでクロップした場合どんだっけ200超えるよね、うん、ぐらいの画角が得られるので、本当に望遠が撮りたくなったら、まあ、クロップして使うという感じでやればこれ1本で旅行は行けます。ただ重いです。はい。でじゃあこの24-105の手ブレ補正付き F4 がいい場合っていうと、個人的には室内撮る人で F4 って言ってもフルサイズの F4 なんでボケますし、特にまあ望遠側で撮ればかなりボケるし、あとまあ多少 ISO 上げてもノイズはね、最近のまあ α7-3 あたりからまあノイズそこまで気にならないと思います。ましてやインスタグラムとかウェブレベルでね上げる写真だったら全然ね問題ないと思います。なので 24mm やっぱり広角側ですよねの範囲っていうと、室内のパーティーを撮ったりとかかなり使えると思います。そして手ブレ補正がついてるっていうのもやっぱりいいかなという感じですね。先ほどもちょっと触れましたが、広角側は広げることはできないんですよね。でも望遠側っていうと超解像ズームでクロップして 1.5 倍稼げるのでなんとかなるんですよ。でもあとまあ寄ったりもすれば撮れる範囲は結構ありますし、そこら辺はね、まあ広角より24っていうのは強いかなと思います。それではですね、その先ほどちょっと触れたタムロンさんの大三元と言われる28-75-75-180ですね、180、この2本を買うかこれを1本買うかなんですが、結構悩ましいですよね。もし仕事で使うんだったら、でカメラが2個あるんだったら大三元、まあ、つけといてもいいかなとは思いますね。うん、でもカメラが1台だったらこれ1本つけといた方が僕はいいのかなと思います。まあ外でレンズって付け替えってあんまり本当はしたくないんですよね。特にまあ海とかどんだけ気を使ってもやっぱり砂って入っちゃうんで、海でレンズ変えるなんてのはご法度ですよね。まあ海じゃなくてもあんまり外でレンズを変えるってことはしたくないので、これ1本で35-150の範囲を撮れるっていうのはすごく魅力的だと思います。まあでも本当先ほどからも言ってますが、これ1個で全然 α のボディより重いですし、嫌な人はかなり嫌だと思います。その点まあその28-75とかだとまあ 500g とかこれの半分の重さなので、かなり使いやすいかなと思います。うん、なのでね、どれを買っても正解だと思うんですが、個人的には本当1本旅行に持っていくとかで重さを気にしないなら間違いなくこのレンズ素晴らしいと思います。やっぱり F2-2.8 っていうものはすごいと思います。そしてこのレンズはもしですよ、将来的にお金が貯まってきて G マスターの24-70とか70-200とか買ったとしても、この1本で35-150をカバーできるレンズっていうのは何かしらね使える用途が出てくると思います。うん、多分ソニーさんはこの画角範囲をカバーして F2 とか F2.8 投資とかっていうのは作らないと思うので、これはねタムロンがなせるレンズメーカーのなせる技みたいな感じだと思います。なのでこれが腐ることはないと思います、同じ画角で被ったとしても。うん、まあ使う頻度は GM の方を持っていくって人もいれば、本当さっきも言ったけど1本でこれでいくって人もいると思うので、
どうなるかは分かりませんが、本当これより高い GM を買ったとしても、これはキープしておきたい一本になって使えると思うので、この子を買っといても僕はねいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、本日私がご紹介したのはこちらですね、タムロンさんの35150F2 から 2.8 というちょっとモンスター的な今までになかったレンズになります。今現在ね、こちら価格がだいたいコムで19万円ぐらいかなになっていると思います。あとはですね、物自体が本当ねない状態が続いています。聞いたところによると 2,3 ヶ月待たないと手に入らないんじゃないかというね噂もあるレンズですので、本当に気になっている方は、もしね気になっている方は予約をしとくか、まあ、店頭で実際にこの重さが本当にね分かれ道だと思います。画角、開放 F 値はすごくいいので、あとはこれの重さに耐えれるかどうか、まあ、G マスターとか使ってる方は間違いなく耐えれると思います。この画角をカバーするなら全然重さはいいのかなと思いました。あとはですね、この子のまあ作例やこの子の動画の AF、 そして写真の AF などなどは別のね動画でアップしますので、またねチェックしてみてくださいということです。それでは皆さん良い一日を。